こっちです。アーマー割っちゃいました。初心者です。初心者です。新世界の怪人ポコエフロンだということで、今回はまあノラタイマンでまあ煽るっていうことをせずに相手をイラつかせたいと思います。まあこれで本当にイラつくかどうかはわからないんですけども、まあノラタイマンでね、相手がイラつく可能性ってあるじゃないですか。煽らなくても煽った風に見せるっていうか、僕が最先端の煽りというものを皆さんに教えます。これをやれば自分は悪くならないんですよ、煽ってないので。なんですけど相手は逆にイラつくんですね、煽らなすぎて。わかりますかねこれ。まあとりあえず動画見てもらったらわかるんで、まあ最先端の煽りを見てください。どうぞ。よし、よろしくお願いします。最近フォートナイト始めました。アカウント買いました。よろしくお願いします。ありがとうございます。間違えて撃っちゃいました。最近始めたのですいません。上取っちゃいました。最近始めました。囲んじゃいました。すいません、倒しちゃいました。すいません、最近始めました。本当にすいません、初心者です。最近始めました。初心者です。ありがとうございます。間違えて撃っちゃいます。この癖直したいです。アーマー割っちゃいました。初心者です。はい。相手の行動を読んじゃいました。初心者です。ヘッショかましちゃいました。初心者です。分かってます、あなたの行動は。はい、初心者です。すいません、弱くてすいませんでした。僕弱いんで本当にすいません。こっちです。アーマー割っちゃいました。初心者です。初心者です。一回通り過ぎました。僕はこっちです。上にいます。でも初心者です。ここです。初心者です。読めてます。ああ！やっぱり初心者です。これはガチで初心者でした。ああ！初心者です。初心者なんで、ツルハシで殺しちゃいました。初心者です。すいません、初心者で。手応えないですよね、僕って。僕って弱いですか？マジで初心者です。よければアドバイスください。フォートナイトで勝ちたいです。これって体力がゼロになった方の勝ちですよね。僕さっきから体力がゼロになってないんですよ。だから僕は負け続けてるんですよ。勝ちたいです、フォートナイトで。勝たせてください。まただ。また体力200に戻っちゃった。さっきからゼロにならない。体力がゼロになったら勝ちなんじゃないんですか、これって。
ずっと負け続けてる初心者です。150入れちゃいました。最悪です。また勝っちゃいました。まあまあまた負けちゃいました。初心者です。 VC ついてます。しっかりついてます。ああやばい、もうちょいで負けれるかもしれない。これはやっと、あ、間違えた。もうちょいで勝てるかもしれない。また入れちゃった。まただ、また勝っちゃった。初心者です。あ、負けちゃった。初心者です。これどうしたら強くなるかアドバイスくれませんか。アドバイスください。僕勝ちたい、負けたいです。あ、間違えた、勝ちたいです。ああ、また負けちゃった。もう僕あなたに負けすぎてもうやばいんで、勝てないんで、僕ちょっと抜けていいですか。もう萎えました。僕無理です。もうあなた戦うの萎えました。強すぎました。もう抜けます。ありがとうございました。強すぎますよ。こんにちは、よろしくお願いします。最近始めました。ああ、負けちゃった。すいません、僕弱くて負けちゃいました。マジですいません。僕なんて練習相手になんないと思います。マジですいません。僕弱すぎるんで。ああ、萎えるな。勝てないよ。ああ、もう勝てない。やばい、マジで勝てない。勝てる気しない。あー、また負けちゃった。もうなんで勝てないって。これ体力ゼロになった方の勝ちっすよね。僕さっきから体力がずっとゼロになんないんすよ。どうしたら勝てるんだろう。無理だ、俺センスないのかな。フォートナイトやめた方がいいのかもしんない。やだな。あー、まただ。200のまんまで勝っちゃったよ。あ、負けちゃったよ。200のまんまなんだよな、ずっと。きついよ。ゼロに近づいてくれればいいんだけど、なかなかゼロに近づかないんですよね。なんてかな、初心者すぎるんかな。フォートナイトマジでやめたくなってくる。ああ、やばい。ああ、やばい。ああ、やばい。ツルハシでやっちゃった。もう最悪。ツルハシで負けちゃった。なんでかな。なんでツルハシであなた勝つんすか。強すぎますよ、ほんとに。僕、初心者なんで、たまにツルハシ出ちゃうんすよね。やばすぎ。ああ、勝っちゃった。やっと勝てました。ありがとうございます。あなたにやっと勝たせてもらいました。ありがとうございます。マジで感謝します。やっと体力ゼロになれたな。お久しぶりの体力ゼロだ。あ、またやっちゃった。またまただよ。またツルハシ。もう、もう、じゃあさっきやっと一回勝ったと思ったら、
またこんなことになっちゃった。まぐれだったんすかね、さっき俺が勝てたのって。もしかしてまぐれの可能性ありますよね、これって。あーやばい、無理だ、無理すぎる。強いっす、あなた強すぎます。どうしたらそんな強くなれますか。よければ教えてください。アドバイスとかあったら教えてほしいっす。頼みます、お願いします。あー、マジで無理。どうしたら、もう勝てない、もう無理だ俺。もう次負けたらもう俺フォトナちょっとやめようかな。フォトナ引退しますわ俺。無理そうっす、マジで。次負けたらもうフォトナ引退します。すいません、マジで。あーやばい、もう負けそう、やばい負けそう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あっ、あー負けちゃった、無理です。ありがとうございました、本当にすいません。もうちょっと引退します。ありがとうございました、マジで強かったな。どうしたらそんな強くなれるのかな。ちょっと引退しますわ、すいません。引退した方がいいですか。ちょっとだけ聞かせてください、僕って引退した方がいいですか。引退した方がいいんだって、やっぱり、やっぱ俺って弱いんだ。皆さんちょっと最後にちょっと聞いてください。ちょ、僕フォートナイト弱すぎるんで、ちょっと引退することになりました。さっき怠慢して勝ったのは一回だけでした。たまたま、しかもまぐれで勝てただけで。ずっと体力ゼロにならなくて、気づいたらまた200に戻ってたんですよ。どんなに頑張っても、体力ゼロにするのがすごい難しくて、僕にはこのゲーム向いてないなと思いました。なので、すいません、ワーンとかね、マジで泣きとかね、まあ来てるんですけど、センスなさすぎるんで、悲しいよとか、まあ、早くやめろって言ってる人はね、まあ本当にその通りだと思います。うれしいって言ってる人もいるね。もうガチです。勝てないんで。もうやめんでとかね、言ってる人もいる。やめないでくださいとか。ありがとう。そうやって言ってくれるのはめちゃめちゃ嬉しいけど、勝てないんすよ。どうしたら体力ゼロになりますか。ここよくのセンスねえな。そうなんですよ。全然僕ゼロになれないんすよ。体力ゼロにする方法を解説してる動画がないんですよね。僕調べたんですよ。YouTube で。体力ゼロにする方法って。出てこないんです。解説が。講座も出てこない。講座がないんだよ。フォートナイトで勝つ方法ってないの。大体なんかフォートナイトで勝つ方法って書いてあるやつは大体負けてんだよ。その中見たら、中身見ると負けてんの。中で体力ゼロになってないの。体力200で終わっちゃってんの。だから負けてる動画を勝つ方法として上げてる動画が多すぎて、もうわけわかんなくなっちゃって、僕は勝ちたいのに負けるための動画ばっか見てるんですよ。203ダメージ入れる方法とか。203ダメージ入れたら負けじゃないですか、普通に考えて。無理なんすよ。なんか203ダメージ入れる方法とか、くだらんことばっかやって、負ける動画出して。何が楽しいんすかね、この YouTube 業界は。どうしたら僕、勝てるようになるんすかね。ということで、まあ僕ちょっと、フォートナイト、この動画限りで、引退したいと思います。今まで応援してくれた方とか、本当に、マジで本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にマジでありがとうございました。もうタイトはやめます。すいません。すいません。マジで。もっとフォートナイトしたかったっす。もっとフォートナイト、もっとフォートナイトしたかったっす。本当に無理です。もうやめます。みんな応援してくれてありがとう。
もう、バイバイ。本当に。組織臭くね。